構想段階におけるエスプレッソの設計図。構想段階におけるエスプレッソの分光器内部構造の設計図。メディアを再生する2017年11月のエスプレッソの初観測。エスプレッソはヨーロッパ南天天問題の VLT に搭載されたエシェル分光器である。2016年9月25日にファーストライトが行われた。エスプレッソはコラビル、エロディー。 コラリー、ハープスなどの後継機にあたるもので、電磁スペクトルの変化を高精度で捉えることができる。ためドップラー分光法による太陽系外地球型惑星の探索に用いられている。地球は太陽の視線速度を 9cm 毎秒変動させており、この地球の重力による太陽のわずかなふらつきは、スペクトルによってわかるのだが人間にはわからず、機械でのみ検知できる。 このような、わずかなスペクトルの変動を捉えて、太陽系外惑星を発見するのが、ドップラー分光法である。望遠鏡は、最大4台稼働させることができ、得られた光は、望遠鏡から70メートル離れた位置にある、VLT コンバインド、クドラボラトリーに送信される。フランチェスコペペを中心に調査が行われている。エスプレッソのファーストライトで得られたデータ。エスプレッソは、 ヨーロッパ南天天問題のラシア天文台にある3.6メートル望遠鏡に搭載された高精度視線速度系外惑星探査装置をもとに作られた。エスプロによる利益は4台の8.2メートル望遠鏡による集光力の向上だけではなく、レーザー周波数、コム技術により可能となった高成精度の上昇もある。視線速度が 10C メートル毎秒でも、 検出可能になることが第一の条件であるが、数 C メートル毎秒レベルでも検出できることを目標としている。これは、ハープスのような現在の分光器の性能を上回る大躍進と言える。ハープスは 97C メートル毎秒なら検出することができ、それを超えられたとしても約 30C メートル毎秒程度しか検出できない。エスプレッソは、 ハープスの能力を大いに上回ることから、地上の観測機器による地球型惑星の発見が可能になる。エスプレッソの稼働は2017年末頃から始まった。エスプレッソを使用するときは1、UT モードと4、UT モードがある。4、UT モードでは4つの8メートル望遠鏡が接続され、16メートル望遠鏡に相当する。 性能を発揮するため暗い天体も検出することができる。例えばスペクトル型 G2V の構成では以下のような太陽系外惑星を検出することができる。最後はエスプレッソではなくコーデックスという機器だが比較として用いた。エスプレッソの探索に適した構成は活動的でなく自転もあまりしていない G 型主系列星や赤色矮星である。 スペクトル型 M4 までの構成では探索の効率が最高に達する。エスプレッソのファーストライト。4つの望遠鏡も共に使用している。エスプレッソでは波長構成においてレーザー周波数コムを用いており、ス、AR ランプを使っている。エスプレッソには3つのモードがあり、それぞれシングル波モード、シングリアモード、マルティムアモードという。それぞれ高解像度、 超高解像度4望遠共同自体制の機能がある。エスプレッソのレンダリング。エスプレッソの設計構想は2013年の4月頃には完成し、それ以降製造が開始された。エスプレッソのテストは2016年6月3日に行われ、2016年9月15日にファーストライトが行われた。ファーストライトではいくつかの天体が見られ、その中には、 白鳥座60番星へも含まれていた。エスプレッソが地理に移送され、VLT のある場所へ設置された後、2017年11月27日には、1、UT モードのファーストライトで、クジラ座タウ星を観測した。その後、4、UT モードでも2018年2月3日に、ファーストライトが行われた。エスプレッソは2018年10月24日から、 科学的なデータを取っている。活動の穏やかな構成では、視線速度2 5 c m 秒の精度でデータが得られた。しかしまだいくつか問題があり、光の収集効率が予想より30%も低いなどの問題があった。そこで効率面で障害となる部品の交換や、再試験などいくらかの微調整が2019年4月の 4UT モードの公開前に行われた。 エソレッソでは CCD コントローラやハードウェア上に問題が発見され、微分非直線性誤差の問題で以前の懸念よりもひどく解像度を低下させていた。2019年6月現在、問題の根源を突き止めたエイソのチームはこの問題の改善に取り組んでいる。2020年4月6日時点では赤い型の検出器が約 10C メートル毎秒の測定を達成したが、 青い型の検出器では64メートル毎秒しか達成できていない。2020年に行われる予定の専用ミッションではこの問題の特徴を発見し修正する予定である。2020年5月24日、エースアレスマスカリーの羅によってプロキシマ・ケンタウリビーの存在が確認された。この惑星は地球の1.17倍の質量であることが判明した。 光天周期は11.2日でハビタブルゾーン内に位置する。エスプレッソは 30cm 毎秒の精度での視線速度の測定を達成した。また、惑星起源のものかもしれない第二の信号も検出した。エスプレッソの主な目的は以下の3つである。エスプレッソはヨーロッパ南天天文台と他7機関により共同で開発された。 共同で開発したのは以下の機関である。ありがとうございます。